フアンマヌエル・ニジェルも、コントレラス・セップルベダは、チリの軍人。軍事政権初期の1973年から1977年にかけてアウグストピノチェト将軍によって、秘密警察である国家情報局の長官に任命されていた。彼はその任期を通じて、反体制派への厳しい政治的打圧を行ったことから民主化後に逮捕されて終身刑に処された。 2010年、彼は収監されている軍事刑務所内での取材に応じ、長官としての任務に誇りを持っていた旨を明言した。1929年、サンティアゴにて、父マヌエル・コントレラス・モラレスと、母アイダ・セプルベダ・クビロスの息子として生を受ける。マクル英語学校で、初等教育を終えた後、父の仕事の都合で恐るのに移り、同地の中等学校に入学した。 1944年、士官候補生学校に入学。1947年12月23日卒業。その後、順位として、清田市に駐屯する、第二公平連隊、アコンカグアに配属された。この時期に彼は提督を父に持つバルパライソの、英語女学校の学生マリア・テレサ・バルデベニと、エスティ・ブンソンと出会っている。1952年、 中尉に昇進したコントレラスは、戦闘工兵家の教官として、士官候補生学校に移った。1953年、マリアとの結婚を果たす。同年、サンアントニオに新設された、工兵学校に転勤。1960年、コントレラス中尉は地理陸軍士官学校に入学して、参謀将校としての教育を受けた。この頃、 副校長で戦略論クラスの教官を務めていたアウグスト・ピノチェとタイイと出会っている。1962年、士官学校を主席卒業する。これによって、参謀たる肩書きを得るとともに、情報、平坦学の教授たる資格も授与されている。1967年、アメリカ陸軍米州学校に留学して、反政府活動への対処法を学んだ。 1969年、少佐として、チリへの帰国を果たし、公平学校で、情報工作に関する教育を行う。1970年、陸軍参謀本部勤務に移る。1971年、恐るのの第四公平連隊、アラウコの連隊長に任命される。この時期、彼の指揮下で数名の将校が、左翼組織への潜入、格乱などの秘密工作及び、 情報機関設置に向けた準備を遂行した。またコントレラスは、祖国自由国民戦線のような極右政党内にも、協力者を作っていただけではなく、チリ国内で活動する米中央情報局や米海軍情報局をはじめとする諸外国の情報機関のエージェントとも接触を維持していた。彼が警戒していたのはコルドンインドストリアルとして、知られる労働者運動や、 革命的左翼運動、社会党、大衆統一実行運動など政治的な影響力を増していた左翼運動であった。1972年末より陸軍主管学校にて情報工作に関する教官を務める。軍事政権時代1973年クーデターの折爆破されたモネダ宮殿。ディーナの起九百七十三年九月十一日の クーデターの折、コントレラスは、ピノチェと将軍側に組みして、サンアントニオの制圧を指揮した。さらに決起の数日後には、市内に7カ所の収容所を設置し、大勢の逮捕者を収容している。ディーナその後、士官学校校長に就任したコントレラスは兼ねて、よりの計画を実行に移し、一般の軍事情報機関よりも強い権限を持つ。 秘密警察的組織としての国家情報局の設置に乗り出した。国家評議会議長となったピノチェと将軍をはじめとする軍事評議会公官らは、コントレラスの構想を強く支持し、新たな組織の設置に向けて、コントレラスに人事に関する前権を認めた。1973年11月12日、軍事評議会当局によって、正式にディーナの設置が宣言された。 なお、この時期に彼は、マリアと離婚して、秘書のネリダクティエレスと再婚している。ディーナの長官に就任したコントレラスは、サンティアゴのベルグラド大通りに、本部庁舎を設置した。彼は、ピノチェト将軍の側近たる、高級将校の一人として、反体制派に対する、激しい弾圧を行った。1973年から1977年に、かけて、ディーナは国内外において、 軍事政権の障害の捜索及び駆逐を行い、特に国内における共産党、社会党、ミアーなどの左翼運動は激しい弾圧にさらされた。いわゆる真実と和解のための国民委員会報告書によれば、この時代にはディーナによって1500人以上が殺害されたとされる。2000年に CIA が公開した資料によれば、 CIA は1975年から1977年にかけてコントレラスへの資金援助を行っていたとされる。コンドル作戦機密解除された CIA の資料によれば、コントレラスは1975年にラングレーの CIA 本部に招かれ、アメリカに15日間滞在したとされており、彼の名はその後にコンドル作戦の発案者として記録されている。 コントレラスは1974年から1977年まで CIA の情報提供者の一人とされており、1975年には実際にコントレラスに対する給与も支払われている。同年の報告書ではコントレラスがピノチェト政権における人権政策改善への障害だとされていたが、一方で CIA には情報上の協力関係を維持する旨が命じられていた。 1976年9月21日、元中米知事大使、オルランド・レテリエルと彼の部下の米国人女性、ロニー・モフィットがワシントン DC にて暗殺された。レテリエルは、サルバドール・アジェンデ政権時代に外務大臣を務めたことがある人物で、この事件にリーナとコントレラスが関与していることが判明すると、CIA 内でも彼に責任を取るべきとの声が大きくなった。 CIA ではこの事件に関する詳細な報告書を作成している。これによれば CIA 局員マイケル・タウンリーが協力していたとされるが、報告書の一部は未だ機密指定が解除されていない。1974年の全陸軍総司令、カルロス・プラッツとその夫人の殺害についても、コントレラスとディーナが関与しており、これについても後に起訴を受けることになる。 やがてコントレラスは CIA より、コンドル作戦を、コーノスール方面まで拡大せよとの指令を受け、莫大な活動資金が与えられる。1976年、テヘランの地理大使館に残されたシモニア、アシ足跡などの痕跡から、この際に、ナチスドイツからの亡命者であるパウル・シェイファーとゲルハルト、メルティンズ、3名の地理軍高級将校、1名の ブラジル人召喚を連れていたと推測されている。ディーナの終焉1977年10月22日、レテリエル事件に関する証言を予定していた、外務省領事局長のカルロス・ギジェルモ・オソリオ・マルドネスが、コントレラスを含むディーナ将候ら数名の訪問を受けた直後、自宅で死亡しているのが発見された。公的には自殺と発表されたものの、 多くの証拠がコントレラスとディーナによる口封じ目的の暗殺であることを指し示していた。マルドネスは元中アルゼンチン公使でレテリエル暗殺事件の際に実行役である CIA 局員タウンリーとシリ陸軍対アルマンドフェルナンデスラリオスに偽の身分証及びパスポートを発行した人物である。彼らの偽名はウィリアムズ・ローズとアレハンドロ・ロメラルであった。 米国側でもレテリエル事件の捜査中に彼ら二人がディーナのエージェントとして活動していたことを突き止め、さらにディーナ局長たるコントレラスの関与の存在にもたどり着いている。1977年、事態を重く見た軍事政権当局によってディーナの解体が決定される。これと共に新たな情報機関として中央国家情報局が設置された。 長官の座を退いたコントレラスには陸軍大将の階級が贈られた。1978年9月20日、米国によるコントレラスの身柄引き渡し要求が行われるが、コントレラスはラレーナの自宅に立てこもりこれを拒否した。その後、チリ政府との話し合いを経て1979年10月2日より、チリ国内の臨時監獄で14ヶ月間、収監されたものの、 結局チリ政府は、米政府の要求を拒否したために釈放された。1980年、陸軍を退役。その後は、警備会社を設立したほか、フレシアにあった農場も購入している。CIA の対チリ工作に関する報告をまとめた、ヒンチー報告書によれば、CIA は1974年から1977年に、 かけて、ディーナ長官たるコントレラスとの定期的な接触を維持していたという。米国政府当局では、コントレラスとの関係は、チリ国内での弾圧に関する CIA への責任追及を招くリスクをはらんでいたものの、チリ国内の情報機関責任者である彼との協力は CIA にとって不可欠のものであったとして、この関係の維持を認めていた。ヒンチー報告書では、 1974年1月17日には CIA 側からコントレラスに対して1949年ジュネー部署条約の遵守を求める動きがあったとしているが一方でこれはあくまで広報上の必要性に基づいたポーズに過ぎなかったともしている1975年4月米国政府省庁官委員会ではディーナが軍事政権下の地理における 人権政策改善の主要な障害であることを認めながら CIA にコントレラスとの協力の維持を命じている。同年8月には中リマイ大使が CIA 副長官に対してピノチェト政権との関係維持とそれに伴う利益のためにコントレラスをワシントン DC に呼び寄せるように求めている。また同年6月にはコントレラスがディーナ長官という立場から 地理国内外の諸情報に加えて、軍事政権内の隠し情報にも精通していることから、彼に給与を支払い情報提供を受けることが、CIA 内で検討されたという。コーノスール方面におけるコンドル作戦の展開には、コントレラス及びディーナの非公式な協力があった。1976年10月の報告書では、コントレラスはこの作戦の存在を認めつつも、 長方機的な殺人そのものへの関与は否定した。2004年12月5日、インタビューを受けたコントレラスは、ディーナと CIA が密接に協力し合っていたことを認め、1973年クーデター後の反体制発遺跡及び捜索についても指示があったと述べた。また、プラッツ将軍の暗殺を実行したのは、CIA 局員タウンリーであったとしている。 コンドル作戦に関して尋ねられると、彼は次のように述べている。ラテンアメリカ諸国の情報組織間での協力があったことは確かだが、マルクス主義者たちの言葉を信じるな。私は地理国外に逃れたものを殺しはしなかったし、地理を訪れた外国人を殺しはしなかった。コロンビアだけは協力関係に加わらなかったが、その結果を考えてみたまえ。 ピノチェト政権の顧問の一人だったフェデリコ・ウィロビー・マクドナルドは2012年8月7日にラジオ・コーペラチバによる取材の中でコントレラスが CIA エージェントであったと述べている。オルランド・レテリエル1976年ワシントン DC うちでオルランド・レテリエルとロニー・モフィットが暗殺されるとコントレラスの関与が問題となった。ヒンチー報告書では 1976年後半には CIA とコントレラスの接触が非常に稀になっていたとしており、1977年には暗殺事件に関する聴取を行うために数回の接触があったとされる。その後、1977年のディーナ長官解任を受け、CIA ではコントレラスが軍事政権における特権的立場を失ったと、 判断し、協力関係の終了を決定したという。禁止報告書では、コントレラスと CIA の関係について、CIA は彼を、単に有力な情報提供者として利用していたのだと、している。しかし、一方で、プラッツ将軍殺害のコントレラ、また、コントレラスは、後のインタビューの中で、タウンリーはディーナではなく CIA のエージェントとして、活動していたのだと述べている。 彼は、ディーナのエージェントではなかった。我が国の軍人たる資格が必要だったから。だが、1971年2月以降 CIA のエージェントとして活動していたのは確かだと思う。タウンリーの元妻であるマリアナ・カジェハスが主張するところによれば、彼女がコントレラスに、プラッツ将軍暗殺の死亡者について尋ねたとき、在ブ・エノスアイレスの CIA 組織から指令を受け、 1974年9月30日に暗殺を命じたと述べたとされ、その理由については彼が軍事政権に不安定をもたらしたからと答えたという。軍事政権崩壊後、コントレラスは2つの暗殺事件を含むディーナ長官としての活動について裁かれ、無数の裁判を重ねることとなった。当初は多くの事件について関与を否定していたものの、次第にディーナ及び、 ディーナ長官たる自らの関与を認めていった。2005年5月13日、コントレラスは最高裁に対して、軍事政権時代に行方不明になったとされる人物580名の所在を調査した32ページの報告書を提出した。しかし、当初からこの報告書の正確性を疑問視する声は大きく、実際に他の調査結果との比較により多くの矛盾点が指摘された。 2009年までにコントレラスが受けた人権問題に関する判決を合計すると、懲役360年以上に加えて2件の終身刑が課されていることになる。しかし2012年7月には懲役275年に改められている。コントレラスは高級将校であったため、陸軍通信学校の敷地内に設置されている軍事、刑務所、コルディエラ刑務所に収監された。 晩年のコントレラスは多くの病気に蝕まれていた。血腸直腸癌、糖尿病、高血圧、血栓症などが主な持病で毎日14種類の薬を服用していた。2012年7月6日、ミアー当院ら13名の拘束及び失踪に関して懲役10年が追加で宣告された。この時点で、 彼が裁かれた裁判の数は36件であったコントレラスは2005年からコルディエラ刑務所に収監されていたが高級将校たる立場から豪勢な生活が認められていた刑務所内には彼ら将校のためにテニスコート、バーベキュー場、プールなどの設備があったしかし国民からの批判を受けた末2013年にセバスティアン・ピニエラ大統領によって コルディエラ刑務所の閉鎖が決定した。その後、病状が悪化したコントレラスは、サンティアゴの軍病院に移され入院生活を送っていたが、2015年8月7日に死去した。コントレラスの死が政府によって発表された時、病院前に集まっていた数十人の人々が国旗を振ってシャンパンを飲み交わし、彼の死を祝ったという、ありがとうございます。